2月9日恒例の大内宿雪まつりが開催されました。今年で33回目となる大内宿の雪まつり、たくさんの観光客が訪れました。思います、皆様方に乾杯します。乾杯乾杯。ないけど、はい、どうもありがとうございます。通りに並ぶ雪道路やかやぶき屋根に積もる雪など、最近では SNS や動画などでも雪まつりの様子が世界中に配信されている。その影響からか、海外からも風景を撮影するためにたくさんの方が訪れました。お勝負ね。よく話してやってよ。メイン会場となる大内町並み展示館のある本陣前。おかげの前はね、日本一の団子差しやみかん巻き、訪れた皆さんも一緒に盛り上がりました。答えてる人いるそうです。一旦皆さん自分のブーツ合ってるか確認してください。それから団子の木あげましょう。そばポンプね、ポン菓子のまたあげる、お土産を、せーの、よいしょ、せーの、よいしょ、頑張れ、せーの、よいしょ、せーの、よいしょ、いっしょーっとー、私、いてたらおならでしょー。めちゃめちゃだな。ゆっくり召し上がりますので、前だね、大丈夫です。会場運営を手伝うお揃いの青いハッピーを着たボランティア。7年前から東洋大学の国際観光学科の菅ゼミの学生たちがゼミ活動の一環として会場運営のボランティアとして参加しています。皆さん東洋大学から、はい、ゼミ、私と僕が3年で、はい、4年で3年目です。年目どうですか、来てみて後輩としてお手伝いしてみて感じることがあります。楽しいんですけど、はい、あの地元でそう伝統ある行事をずっとやってるっていうのを感じられて、それを間近で見てお手伝いできるっていうのはすごいなんですか、いい体験といいますか、はい、東京では味わえない体験だなって、なんだろうな、昔からある伝統をすごい子供から大人までずっと引き継いでて、それでみんなでやってるっていうのがすごい、東京にはない、なんかすごいいい感じなのかなって思います。東京にはない、そうですね、この感じはなかなかないなと思います、はい、でも確かに自分の地元にはこういう祭りあんまないんで、まあなんかすごいアットホームというか、なんか僕ら外部から来てるけど、まあ、受け入れてくれて一緒にこういう祭りをに参加させてもらってるっていうのはすごい僕らからしたら嬉しかったですね。お祭り自体が楽しいなって思いました。いろんなお店とか行ってきたんですけど、どこの店員さんもすごい普通に話したりしてくれて、なんかやっぱ人もあったかいし、全体的になんか楽しい。福島県の出身なので、そういう二本松の出身なんですけれども、それで、このゼミを作る前からね、吉村さんにお世話になったということがあったなんですけど、それが今は定着してというのかな、学生もうちのゼミに、これが大内宿に来たくてゼミに入るっていう子も出てきまして、一種この名物にさせていただいているところですかね。やっぱりうちの大学は、その首都圏の学生が多いもんですから、千葉、東京、埼玉、だからそういう子たちに、やっぱりこういう地域の温かさっていうのかな、この地域の人々のつながりっていうのかな、それを実感させたいなと思っていることがあって、はい、で、それを学生もすごい勉強して帰っていくということがあって、非常にうちのゼミにとっても貴重な機会になってるなということで思っていて、ありがたい限りです。ありがとうございます。夜になると高倉神社から御神火をいただいた青年会の男衆が、極寒の中松明を掲げて宿場内を駆け巡る、
恒例の御神火祭火が行われました。ただいまステージ脇の松明の方に火が灯されました。よやったわ、平穏青年会の皆さん、本当にどうもありがとうございました。大変ね、寒い中ですが勇敢な姿を見せていただきました。どうもありがとうございます。本日はお疲れ様です。地域の歴史、文化に築かれた伝統と景色が人と人とをつなぎ、にぎわいを作る歴史と文化の大切さを感じた大内塾の雪まつりでした。ゆきちゃん、こっちこっち、こっちだ、後ろ後ろ、こっちこっち。